去年各政党が税金が原資の政党交付金から使った額は総額269億円で、国政選挙がなかったため前の年より2割減りました。総務省が各党からの政党交付金使途等報告書をまとめたところ、去年1年間で各政党が使った政党交付金は総額269億円で、参議院選挙のあったおととしに比べ 21.3% 少なくなりました。そのうち選挙などに使った政治活動費は115億円で 37.3% 減りました。政党交付金の支出が最も多かったのは自民党で117億円、次いで立憲民主党が68億円、日本維新の会が36億円などとなっていました。前回総選挙のあった3年前には去年より100億円近く多い360億円の政党交付金が使われており、今年も衆議院選挙があれば再び支出が膨らむことが予想されます。